皆さんこんにちは、ペストでございます、ワールドスタジアム2、今日もやっていきましょう。では今日からはカープとの2連戦、カープとの24回戦ですね。こちら先発はユフネさん、まあスタメンもね、これでいきましょう。まあユフネさんはね、無失点で抑えるというよりは三振をたくさん取ってほしい感じかな。試合開始でございます。プレーボール。1番ショート野村。野村さんは初球打ち上げました、センターフライ。2番センター小笠さんはセンターへ、これは新庄さん、これも新庄さんのね、フライ。前田さん引っ掛けた、ショートゴロ、スリーアウト、4球で終わりました。タイガースは不動の1番新庄さん、ここまで打率上がるとは思ってなかったね。新庄このスライダー、いい当たり、左中間伸びる、入りました、50号先頭打者ホームラン。そして絶好調の今岡さん、今岡さんもちょっと今岡、これは引っ掛けた、ショートゴロ。で3、文心君登場、落ちる球おー、ショート取れない、ラッキーヒット。盗塁成功、檜山さんの打球は右中間抜ける、長打コース、2点目が入る、打った檜山さんは三塁へ、スリーベース。そしてハンセンさん、一二塁間抜ける、これもタイムリー、3点目。フラフラやセンター落ちない、7番ファースト大砲打ち上げてしまいました、センターフライ、スリーアウト。さあタイガースは、新庄さんの先頭打者ホームランと、タイムリー2本です、3点先制。江藤さんいい当たり、センター新庄さん追いついた。セカンドゴロ、ショートゴロ、大遠投、間に合いました、スリーアウト。タイガース8番の矢野さんから、
三遊間抜けない、野村さん、ナイスプレー。さあ、ゆうめさんはうまく内角球をさばいてセンター前へ。そして先頭打者アーチの新庄さん、飛びついた。セカンドゴロゲッツ。7番セカンド正田。打ち上げました、ショートフライ。西山ショートゴロ、ツーアウト。まだ三振ゼロなのね。さあ、沢崎さんはショートフライでスリーアウト。ゆうねさん3回をパーフェクト、しかし三振はゼロ、脱三振ゼロ。肝心の脱三振が取れてない。センター前、打ち損じやったけどね。文心君また併殺1個増やしてしまった。4番ライト檜山さん、1塁間抜けない、セカンドゴロ、スリーアウト。引っ掛けた打球、引っ掛けたというかね、天ぷらやね、完全に。打ち取ってはいるけど、三振は取れてない。見逃し三振。こちらも見逃し三振、2つ目の三振。ゆうのさん依然としてパーフェクト。これは痛烈ファーストゴロ、ちょっと早いな。パウエルさん当たりが良すぎた、レフトフライ。対応さん引っ張ったけど、これは切れた、ファール。タイミングがドンピシャ。バットもちょっとセンターへね、芯は外してしまいました。センターフライ、スリーアウト。さあ、タイガースも初回以降得点ができておりません。ユフネさんは依然パーフェクト継続中。スライダー待ちやね、空振り三振、3つ目。詰まりました、セカンドゴロ。6番ファースト町田。空振り三振、4つ目の三振。パーフェクト依然継続中。タイガースは8番キャッチャーの矢野さんから。8番キャッチャー矢野さんも食った。あ、しかしちょっと飛びすぎました、ライトフライ。ピッチャー落ちる球、これは詰まりました、ショートゴロ。1番セン
新庄さん打ち上げた、高々と上がるショートフライ、野村さん掴んで3アウト。5回終了ですね。湯船さんは依然パーフェクトペース。ショートゴロ、あー高い、あーここでランナーが出てしまった。西山、あ抜けるレフト前、連続ヒット。9番ピッチャー沢崎、まずワンアウト。1番ショート野村、なぜセカンドに投げない上押してんのに。打ち上げました、レフトフライ、ランナーは帰らない。空振り三振、湯船さんピンチを出した、6つ目の三振。あらタイミング合わんかった、空振り。さあ乗せた打球はレフトオーバー、これは優勢、優でもなかったな、ちょっと危なかったね。さあ檜山さん引っ張った打球はライト取りました。さあそれを見て文春君タッチアップ。引っ張った打球ライト落ちない。タイガース追加得点はならず。さあ江藤さんの打球はセンター、新庄さん掴んでワンアウト。あ抜けるライト前抜けていきました。6番ファースト町田、空振り7つ目の三振。7番セカンド正田、8つ目カップラッキーセブン、ランナー出ましたけども無得点。6番レフトサンディ、落ちる球空振り三振。2列ファーストゴロ、2アウト。8番キャッチャー矢野、矢野さんラッキーヒットセンター前。9番ピッチャー湯船、湯船さんセンター前落ちる、1塁2塁でチャンスで新庄さん。1番センター
これは切れるか。おお、取ったー。8番キャッチャー、さあゆうねさん8回もマウンドへ。今かさん取った、ワンアウト。ここで代打登場は野々垣さん、右の野々垣さんね。代打野々垣。見逃し三振9つ目。1番ショート野村さん、初球打ちライトフライ3アウト。さあタイガースも、2番からの攻撃ですね。セーブつくからな。ピッチャー高橋。わあ、ファースト間に合った。3番セカンド文心君。文心君も初球打ち、サードゴロ。どうだ、伸びるぞ、入りました。59号ソロ。4点差になりました。セーブつく場面やったらね、リベラさん行こうかなと思ってたんですけど、これで4対0。センサーちょっと早い。くれぐれもご注意ください。流し打ち、これはレフトフライ3アウト。さあタイガース、ここでようやく追加点、4点目。ゆうねさん9回マウンドへ。打ち上げました。尾形さんはセンターフライ、あと2人。3番ライト前田。セカンドゴロ、これで2アウト。4番サード江藤。見逃し三振じゃなくて空振りになったね。10個三振割ってゲームセット。見逃すかなと思ってたんだけどね、振りに来ましたね。本日の試合は阪神タイガースの勝利となりました。湯船さん完封、見出しはもう湯船さんやね、間違いなく。はい、ということで、ホームランは新庄さんの50号と檜山さんの59号、檜山さんも60号まであと1本になりました。他球場ドラゴンズ勝ちました。川上憲伸さん勝ち投手で、孫道雄さん西武ですね。もう1試合はスワローズが勝ってますね。伊藤智人さんから高津さんへということですね。1対0。素晴らしいね、20分経ってないもんね。はい、ということで湯船さんは20勝目到達しました。結局3安打完封ね。タイガースはパウエルさんと大砲さんがノーヒットね。で、文心君と檜山さんがマルチ、新庄さんも初回のホームラン1本だけになっちゃったね。今日の野球くん占いは吉ということでしたね。はい、では今回はここでお別れしたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。